渋川善介は日本の思想家。福島県若松市七日町の海産物問屋の長男に生まれた。合図中学校、仙台陸軍地方幼年学校を経て、陸軍士官学校予科に進み、午前公演を行うほど成績優秀であったが、陸軍士官学校本科卒業目前に教官と衝突し、退学となる。その後1928年、 明治大学専門部政治経済科に学び、国家主義運動に関わる。明大卒業後の1932年に、杉田翔吾、西田三次、福井美幸、加藤春海等と共に、維新同士会を結成した。2.26事件に関わり、1936年7月12日、死刑となった。去年30。渋川善介夫妻は偵察のため湯川伊藤や、 本館に宿泊。2月25日に、河野大尉と合流。一旦東京に戻り、その後兵を連れ自動車で、湯河原に入り、夜明けを待って、航風荘を襲撃した。航風荘は、襲撃により消失してしまったが、偵察に宿泊した、伊東や本館の客室は、当時のまま現在も利用されている。少年時代を過ごした部屋。 ア津若松市七日町の渋川トン屋内に現在でも保存されており、松本清張や三島幸夫が訪れている。生前の三島幸夫が訪れ、夕刻の間と名付けた。ありがとうございます。